さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、また巻き方の動画をやってみました。で、今回はこう波ウェーブこうやった時に、大体こう、まあインスタだったりとかいろんなやつで見たりとかすると思うんですけど、で、見た時に大体こういう風に美容師さんってやってるじゃないですか。で、でもこういう風にやっててもならなくないですか。もうなんか美容師さんが多分やって、で、その見てる美容師さんがやっても多分ならないパターンも結構多いかなと思うんですけど、結構やっぱテクニックがいるので、やっぱ上手な人は全然簡単にできると思うんですけど、普通じゃちょっとできないと思うので、それをより簡単に、あ、もうこれやったら自分でもできるっていうぐらいのやり方で、まずちょっとアイテムを使うんですけど、それでちょっとやっていくので、結局やっぱ波ウェーブ可愛いじゃないですか。もうイケてるというかおしゃれにやっぱり見えるので、これでちょっとマスターしてもらえたら結構いいかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずはちょっとやっぱこうスライス幅結構大事なんで、それをちょっと分け取ります。ちょっと少なめの方がいいですね。だいたいまあ3センチ幅ぐらい、3、4センチ幅ぐらいかな。で、分け取って、で、まずしっかりと溶かします。面を整えるって感じですね。エアースリックアイロンを使っていきます。で、面を整えたらスリークアイロンで開けて、根元の方に向かって挟みますね。挟んだらこう風の音がしてくるので、そうするとこのアイロン負ける状態になっているので、一回内に軽く入れます。3秒ぐらい置いたらちょっと下げて、次反対に外にやります。で、この時に少し髪の毛ピンって引っ張るんじゃなくて、たるませる方がいいかなと思います。で、そのまま少し下げて、また内に入れます。で、そのまままた少し下げて、最後毛先をぐるんと外に巻きます。そうすると分かりますかね、結構しっかりと波ウェーブになってるの分かりますかね。これが今巻いたやつなんですけど、結構綺麗にカールが出てて、なおかつだいぶツヤが出てるかなと思います。上の部分も同様にやっていきますね。だいたい3センチ幅ぐらいで取ってもらって、やっぱこのスライス結構大事なんで、やっぱ細く取ってやってあげると綺麗に巻けるかなと思います。で、髪の毛の量が多い方は結構まあ3センチ幯ぐらいでいいかなと思うんですけど、軟毛の方だったり柔らかい方はちょっと厚めに 4,5 センチ取ってもいいかなと思うので、その辺はあの髪の毛の量感によって、量感というか質によって変えてください。先ほどと同様に根元の方に入れて、内に1回転、まあ、半回転ぐらいですかね。で、ちょっと伸ばして外に半回転で、ちょっとだけ伸ばして内に半回転で、この時にちょっとたるませる方がいいかなと思います。で、戻して外に1回転だけ巻きます。同様に上までやっていきます。ベイビーヘアオイルを使っていきます。最後にスタイリングオイルをつけて、まあ、カールを伸ばすような感じでつけてもらったら、結構ツヤだったりとか結構綺麗に均等についてきてくれるかなと思うので、だからくしゃってやるよりはこうカールを伸ばすようにつけてあげてください。こんな感じでいかがでしたでしょうか。で、やっぱりポイントがやっぱこのスライス幅で、さっきも言ったんですけど、普通の髪の毛だったりとか、まあ、髪の毛が多い方だったら大体まあ3センチぐらいで、柔らかい髪の毛、軟毛の方だったら 4,5 センチぐらいの幅でやってあげると綺麗に巻けるかなと。で、特にポイントがやっぱ毛先の部分がトゥルンとこう抜けてしまう可能性があるので、まあ、毛先の部分こう結構慎重に、もうここがやっぱりこう結構綺麗にカール出てるとおしゃれ度がだいぶアップするっていうポイントだと思うので、そこを慎重にやってあげると結構綺麗に出るかなと思いますので、
波ウェーブやりたいけどなかなかできないっていう方、よかったらこの方法で試してみてください。またこの動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。